ゴドフリーネラーによる肖像画1705年から1715年の間の作品。第4代コーンウォリス男爵、チャールズ・コーンウォリスはイギリスの政治家、ホイック等所属。第3代コーンウォリス男爵、チャールズ・コーンウォリスとエリザベス・フォックスの息子として生まれた。母方の祖父・フォックスによって育てられた。 1690年頃から1694年までイートンカレッジで教育を受けたほか、1717 17年にケンブリッジ大学から LLD の学位を得た。1695年から1698年まで愛選局の庶民議員を務めた後、1698年4月29日にコーンウォリス男爵を継承して貴族院に移った。 同年に父と同じくサフォーク党官及びサフォーク首席治安判事に任命されたものの貴族院では常にホイッ党の一員として投票したため1703年に解任された。ジョージ一世の即位に伴いホイッ党が復権すると1715年から1721年4月までジェームズ・クラグスと共同で郵政長官を務め 1721年4月から1722年1月まで陸軍支払長官を務めた。1721年11月11日に、水密顧問官に任命されたが、2ヶ月後の1722年1月20日に病死、長男チャールズが爵位を継承した。1699年6月6日、初代アラン伯爵、リチャード・バトラーの一人娘シャーロットと、 結婚、救難参上を設けた。ありがとうございます。